衆議院選挙は中盤戦を迎えています。共同通信が昨日と一昨日に実施した調査によりますと、比例では岸田総理が目標にしている自民公明の与党合わせて過半数を確保しています。ただ自民と立憲民主の差は先週に比べ 1.6 ポイント縮まりました。小選挙区でも投票先に自民を挙げる人が 33.3% となっていますが、立憲民主を支持が先週の調査から 3.9 ポイント伸ばしたことをはじめ、野党がいずれも支持を伸ばし追い上げています。そんな中、県内にも与野党が接戦を繰り広げる激戦区があります。それがこちらの福岡2区、5区、9区、10区です。このうち今日の特捜級チームは2区と10区についてです。現在の情勢はどうなのか、各陣営の選対幹部に話を聞きました。福岡2区、人口の入れ替わりが激しく無党派層が多いといわれる福岡市中央区と南区、城南区の一部を除いた地域が選挙区です。立候補したのはご覧の3人。自民前職で防衛副大臣の鬼木氏と立憲前職の稲富氏が激しく競り合っています。ここに維新新人新海氏が割って入る展開になっています。停滞した日本、国力を落としていく日本には、このベーシックインカムの導入がどうしても必要だと強く思っています。このベーシックインカム導入で日本は大きく変わることができます。皆さんの命健康を守りながら暮らし経済も守っていく、その両輪の回復に向けて、そして防衛副大臣として皆さんの文字通りの生命財産暮らしを守る。一党独裁は必ず腐る。それが今の政権でこれから4年間も続けるかどうかが問われている。我々の声が届くような政治を実現をさせていただきたいんです。ここまでの選挙戦、各陣営の情勢分析は、まずは鬼木陣営。だんだん良くなってますね。電話作戦舞台から聞いてみると、最初のうちはね、まだ誰からも選挙依頼がないということを言う人多かったが、もう最近はあっちからもこっちからも依頼があってますという反応になってますね。自民党支持者はほとんどもう全部間違いなく 100% 抑えてあると思います。本人が防衛副大臣の公務で福岡を離れた時も組織力でカバー。選挙戦前半の陣営の自己採点は70点でした。対する稲富陣営。これまでのやはり積み重ねということでの信頼関係があるところは、非常に対応も良くしていただいておりますので、応援もいただいております。現職の大臣ということ、副大臣ということになりますし、何よりも政権、与党の前議員ということになりますので、非常に大きな力を持っていらっしゃると思いますので、追いつけるような形で、頑張っていきたいと思います。団体などからの支援に手応えがあるようです。陣営による選挙戦の自己採点は断られました。そして新開陣営はかなり手応えを感じております。特に20代30代の子育て世代であるとか、または無党派層と呼ばれる方々から、そのベーシックインカムを中心にですね、非常に街頭演説だとかでも、耳を傾けてくださる方々が非常に増えてきたなと。陣営の選挙戦前半の自己採点は98点。今回初めての選挙で準備不足な面があったものの、街頭演説で日増しに手応えを感じているといいます。後半戦に向け、各陣営今後の戦略は。鬼木陣営では、もうスケジュール組んであるんで、それを確実に消化していくという運動になると思いますし、うちは支援議員が多いですから、支援議員がそれぞれ自分の持ち場で穴を埋めていくと思います。
対する稲富陣営は、この福岡2区は人口の流入が激しいところで、特に無党派の方のこの選択というのは非常に大事なところだと思っております。ですからそういう方に稲富周辺の声が本当に届くように、そういう形でできるだけ露出を多くし、そして、分かっていただくような活動を続けていきたいと思っています。そして新開陣営、政治に参加しないことには自分たちの声が国会には届かない、国会に届かなければ国が変わっていくこともないというようなですね、その方々の一票一票を大切に集めていきたいなというふうに思っております。ズバリ2区の今後の展開は、堤さんどう見てますか。はい、2人が激しく競り合う展開ですね。前回は鬼木さんと稲富さんの票差は8500票でした。共産党が獲得したその1万7500票の行方、ここが立憲民主にそのまま乗ってくるということになると、野党の勢いは増していきますので、自民党には危機感が強まってくる、そういう展開だと思いますね。そうですね。続いて福岡10区、北九州市の中心小倉北区があり、比較的若い世代の多い選挙区です。立候補しているのはご覧の4人。9期目を目指す自民山本氏と、前回大接戦を演じた立憲キー氏の前職2人に維新新人の西田氏が絡む三つどもえの戦いになっています。そして無所属新人の大西氏が立候補しています。コロナ後の経済回復、社会回復に向けても個人や会社、自助努力はかなわない方々こそしっかり支えて、地方から経済の元気を作っていく。身を切る改革、あるいは経済活性化のための最低所得保障、大きな政党に対してまさに巨像を倒す、ありの力を結集していきたい。私の最大の使命は、このふるさと北九州を元気にする、元気を取り戻すということであります。ポスターも貼らない、政党にも入ってない、演説もやらない、口コミのみって、これをどうも全国に広げたいって私は思ってますね。ここまでの選挙戦、各陣営の情勢分析は、前回小選挙区で勝利した山本陣営、この共産党の票って結構北九州で大きいんですよね。ですから非常に厳しい選挙になるかなと思ったんですが、なんとか追いついてきたなという感じがいたします。中途までは一生懸命皆さん方やるんですけども、後半になるとですね、少しこうだれてくるんですね。それが一番のですね、心配事です。順調に選挙戦を戦っているようですが、油断は禁物。選挙戦前半の陣営の自己採点は70から80点でした。接戦を繰り広げるキー陣営、今までの中ではですね、かなり手応えとしてはあるなというのは肌感覚というか実感としてはあります。業界団体であったりとか、会社をですね経営されている皆さんとか、そういう部分はこと山本候補と比べると少し弱いのかなと。組織票に課題ありとの分析。選挙戦前半の陣営の自己採点は60点だということです。一方西田陣営は、維新の新しい北九州市議も3名増えましたし、維新がかなり浸透してきていると感じてます。なかなかですね、地元にですね、横の広がりがですね、ないという部分ではですね、非常にちょっとこう他の候補に比べると、遅れを、感じております。新人だけに地域のネットワーク構築が遅れているとのこと。選挙戦前半の陣営の自己採点は75点でした。後半戦に向け、各陣営今後の戦略は、全然政策が違うね、党がですね一緒になってやるということで、有権者がこれをどう考えるかだと思うんですね。要するに選挙を取ればいいということではないんだと思うんですよ。
ですからぜひそういうところをですね、有権者の方々にも理解をしていただきたいなと思います。きちんとお話をすればですね、その何党だからとかいう話ではなくて、お互いにですね、胸襟を開いていろんなことが相談したりとか、期待できる人間だなというふうに評価していただければですね、さらにこうもう一歩踏み込んでいけるのかなというふうに思います。まあ、与党がダメであればですね、野党がぐっと上がってくるんですが、といって立憲さんのですね、ぐっと上がってくるような声もありませんので、まさに今回日本維新の会はその第三脚を、三脚をですね、担うような形で戦ってまいりたいと思っております。そして無所属新人の大西氏、有権者に支持を呼びかけています。今の国会議員なんかみんな世襲ばっかりじゃないですか。実力のない縁故主義の。ズバリ出区の今後の展開は。堤さんどうですか。はい、ここも2人の大接戦となっています。まあ、前回の衆院選ではですね、山本さん、キーさんが大接戦を演じました。今回73歳になる山本さんはですね、まあ、党の規則で、比例代表への重複立候補ができません。ですので小選挙区で負けたら終わりという戦いになっています。まあ、キーさんの方は共産が候補擁立を見送ったもののですね、まあ維新大西さんが出馬していることで、まあ、自民党を批判する票がですね、野党内で割れてしまうリスクもあると思いますね。はい、ということで激戦が予想されている2区10区の情勢を見ていただきました。まあ、共に自民党と立憲民主党が激しく競っているという状況ですね。うん、そうですね。まあ、2区にしても10区にしてもやはり無党派層の動き、これが鍵を握ってくると思いますので、まあ、各陣営とも、まあ、その無党派層に力を入れている、そういう様子も伺いましたですね。そうですね。でその無党派層で気になる数字があります。こちらです。昨日投開票された静岡の参議院の補欠選挙の結果、立憲民主党と国民民主党が推薦する山崎慎之助さんが当選しました。で、気になるのが共同通信社などの出口調査で、この無党派層が 71% 余りが山崎さんを支持したと。で自民党新人の若林さんは無党派層 18% を支持ということですけども、この無党派層の数字、これ何を意味するんでしょうか。はい、まあ、これはですね、自民党にとってはかなり衝撃的な数字だったのではないかと思いますね。うん、まあ、自民党としてはですね、この無党派層の動きが、例えばこの福岡で言ってもその2区あるいは10区この都市部ですね、で同じことが起きるのではないかという危機感も出てきていると思います。はい、逆に野党の方から見るとこれは追い風だと捉えていると思いますね。はい、で、まあ、これはですね、まあ、私はもうちょっと静岡ショックと言ってもいいのではないかと思うんですね。まあ、今回の参議院の補欠選挙はですね、衆院選のその前哨戦と位置づけられる補選で、まあ、山口でもありましたけれども、自民党はこの2回ですね、2戦2勝を狙っていました。山口と静岡で2勝ということですね。はい、で一昨日福岡入りした岸田さん、まあこの静岡には2回入ってですね、まあ執行部にはそれだけにその負けたということは衝撃の結果だったんだと思います。で立憲民主共産はですね、静岡では一本化できずにですね、まあ、両方立てて野党の票がまあ分散したんですけれども、 それにもかかわらず今回静岡では自民党が敗れてしまったということで、まあ、静岡の場合はその県知事がその野党候補の応援に回ったという特殊事情はありますけれども、まあ、なかなか厳しい状況なんだろうと思いますね。そのいわゆるコロナ対応への自民党への批判というのもあったんですかね。うん、まあ、そこも当然あったと思います。うん、まあ、そういったところも含めてですね、この衆院選で立憲民主と共産が一本化できた選挙区、ここでまあ、さらに野党陣営が攻勢を強めてくると思いますね。2区10区はそのあたりが一本化できているという状況で、うん、まあ、福岡全体で見ると中島さん、その2区10区以外にも激戦区があるということですね。はい、今回 VTR に登場しなかった県内の激戦区、福岡5区と9区についても明日あさってで詳しくお伝えします。衆議院選挙の投開票日は今月31日です。